じゃあ次 B、 シャルちゃんですね、うん、花を摘んでいたを選んだあなたは可愛いものがたくさんある場所。あなたは可愛いものや美しいものに囲まれることで心が落ち着くタイプ。この選択は日々の喧騒から離れ、目に入るものすべてが可愛いものや美しいものである環境に身を置くことで心をリセットしたいという願望を反映しているのです。シャルちゃんっぽい、可愛い。でも歌のっぽかったかもしれない。よく抹消する。いいも聞いてみてから抹消するかな、うん、じゃあ続きまして C を行きたいと思います。順番にね、うん、C、 踊りを披露していたを選んだあなたは動物がたくさんいる場所。軽やかなダンスを選択したことが示すように、動きと生命に対するあなたの愛は動物たちの自然な行動と無邪気な生き様に強く惹かれることを意味しています。このような選択は生き生きとした環境の中で新たなエネルギーを感じることを求めているあなたの性格を映し出しています。皆さん今結構ね、そうね、ここでもとても癒されるはず。癒されたよね。ね、癒しとも反対。